ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州で撮影されたとみられる。ウクライナ軍の旧式戦車がロシア軍の T-72 主力戦車を一撃で撃破する様子を捉えたとされる動画が公開されて話題を呼んでいるよ。この動画はウクライナ兵器トラッカーと称する兵器専門家などが運営するアカウントによってツイッター上に投稿されたもので、ルハンシク州のノボセリウスクの近郊でウクライナ陸軍の精鋭中の精鋭とされる第92独立機械化旅団所属の T-64BV がロシア軍の T-72B を撃破する様子が撮影されたものだというぜ。やっぱりいくら戦車の性能が良くても、乗り手の技量や作戦が稚拙だと破壊されちゃうってことだよね。さて今回は、ウクライナ軍の旧式の T-64 戦車が、ロシア軍の T-72 戦車を撃破したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍のドローンから撮影されたとみられる動画は、直線道路においてわずかな距離で対峙するウクライナ軍とロシア軍の戦車を捉えていて、その後ウクライナ軍の T-64BV が主砲を発射してロシア軍の T-72B に命中して炎上していて、さらにウクライナ軍の T-64 がもう1発を発射してとどめを刺す形で、炎と煙を上げているロシア軍にもう一撃を与えているよ。なお、この動画はウクライナ国防省もツイッターに投稿していて、第92独立機械化旅団が撮影した動画であるとして紹介しているね。ウクライナ軍が使用したとされている T-64 は、旧ソ連が開発した第二世代主力戦車で、それまでは簡素な作りで大量生産が可能で、簡潔かつ堅実な構造で取り扱いが楽なことを追求してきた旧ソ連戦車としては珍しく、複合走行、滑降砲、自動装填装置など新技術が積極的に盛り込まれているのが特徴なんだ。この T-64 は1966年12月に正式採用されているんだけど、当時のソ連の同盟国であるワルシャワ条約機構加盟国や友好国などに輸出されず、ソ連のみが保有していて秘密裏に旧東ドイツのソ連軍東部軍集団や、ハンガリーなどに配置されていた南部軍集団などに配備されていたみたい。西側諸国では1985年の対独戦勝40周年パレードにこの T-64 が登場するまで、T-72 の影に隠れた正体不明の新型戦車としていて、その存在に気がついていたものの性能などの詳細を知らず、T-72 の開発の元になった失敗作との見方をしていたというんだけど、実際には、新機軸を盛り込みすぎた T-64 の運用が難しいこととコスト高を補うために、ハイローミックスの形として T-62 などで培ってきた旧来の質実合憲的な技術と、T-64 のスタイルを合わせた普及型が T-72 であるとされているね。そのような事情で開発された戦車であるために、生産数においては T-62 の約1万、9000両、T-72 の約2万、2000両には劣るものの、1964年から1987年までに様々な派生型を含めて約1万、2500両が生産され、1991年のソ連崩壊後もロシア連邦陸軍とウクライナ陸軍で多数の T-64 が現在も運用されているんだ。ウクライナの VOMR イシェウ記念工場では T-64 に独自に大幅な近代化改修を施した。T-64BM ブラートが開発されており、2005年に17両が納入されて以来、T-84U オプロート西側仕様の砲塔を搭載した BM オプロートも含むとともにウクライナの新しい主力戦車として配備されていたよ。その一方で、ロシアでは T-64 の開発生産拠点がすべてウクライナ国内にあったことから、整備用パーツなど消耗品の供給に難があるなど理由で、保有していた T-64 に対して T-72 に施したような積極的な近代化改修は行われず2017年までに退役させているな。このことから、動画の中で第92独立機械化旅団の T-64BV と紹介されている戦車は、T-64BM ブラートではないかとの見方を示す声もあるぜ。仮にこの動画に登場するウクライナ軍の戦車が T-64BM ブラートであれば主砲には 125mm ヌメ後方に A46M が搭載されているほか、T-84 に準じた装備が搭載されており、
コンタクト5装甲級軽120スディーリ、対戦車ミサイル 1A45 イルト一種射撃管制装置、TKN4S レーダーサイト PZU7 サイト、TRN4E ブラーン E 暗視装置などの近代化が図られているとみられるね。また撃破されたロシア軍の T-72 は T-64BM と同じ 125mm 滑降砲に A-46M が搭載されているため、T-64 とは攻撃力の点で互角であり、ロシア軍が運用している T-72B3 は第 2.5 世代でありながらも、総合的なバランスの良さから第3世代主力戦車に相当するとされているんだ。しかしながら、T-72 で採用されている回転型自動装填装置は本来、弾薬を被弾率が低い車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったものが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が戦闘室を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷しやすいことが判明したぜ。また、車内に剥き出しの予備弾薬を搭載している場合には、被弾した砲弾が貫通して弾薬庫を直撃しなくとも、防護されていない予備弾薬に引火して車内に甚大な被害をもたらすこともあるな。この T-72 が被弾した際に砲塔が吹き飛ぶことは、湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において多数発生したことから、アメリカ軍内ではジャック・イン・ザ・ボックス・びっくり箱として T-72 を揶揄する別称で呼んでいたほどなんだ。ウクライナ軍参謀本部によると、ロシア軍はウクライナ侵略を開始した2月24日以降、12月12日までに3000両機械戦車を喪失しており、ロシア国内でウクライナに投入できる稼働可能な T-72 の在庫はほぼ枯渇しているとみられ、周辺で T-72 を保有しているベラルーシ軍から T-72 の供与を受けているだけでは足りず、旧式の T-62 戦車の保管在庫に簡単な近代化改修を施して前線に投入しているとされているよ。また戦車用砲弾の在庫については、ウクライナ軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースなどによる2弾薬集積場の破壊や、弾薬庫を残したまま退却するなどの不手際もあり在庫が枯渇しつつあるのではないかと見られているんだ。戦車戦の動画が撮影されたと見られるルハンシク州では天候不順によるぬかるみの発生などもあり、ウクライナ軍が少しずつ非占領地を奪還していると見られているが、12月上旬に同州のカディフカにあるロシアの民間軍事会社ワグネルの拠点となっていたホテルが、ウクライナ軍によると見られる攻撃を受けて破壊されたとして、ルハンシク州のハイダイ知事が明らかにしているみたい。ハイダイ知事によれば、多数の死傷者が発生していて負傷者の半数以上は助からないとしている中、ロシア国営のタス通信が地元の親ロシア側当局者の話として、ウクライナ軍のハイマースによる攻撃でワグネルの拠点が破壊され、救出活動が続けられていると報じているが、ロシア国防省などロシア当局側からはこの件に関するコメントは出されていないよ。ワグネルの戦闘部隊は現在、ルハンシク州の隣のドネツク州バフムートに展開しているとみられていて、正規軍ではない傭兵部隊であるにもかかわらずロシア軍として行動しているな。バフムートを防衛しているウクライナ軍兵士によると、この地域に親ロシア派武装勢力が設立を宣言したドネツク人民共和国や、ルガンスク・ルハンシク人民共和国の兵士はほとんどおらず、接近している Z マークをつけた正規軍の数は多いものの、ほとんどが9月に発令された部分的動員令によって招集された予備役兵士の部隊であるとみられ、満足な装備を与えられず練度が低いためにこれまでに多大な戦死傷者を出しているとされているよ。技量の伴っていない新兵を犠牲にする戦い方は相変わらずだね。ワグネルの戦闘員はそれなりに練度が高く、士気も正規軍よりは高いとされ、唯一ウクライナ軍に対して攻勢に出ているんだけど、ワグネルは予備役招集兵を石膏としてウクライナ軍の前面に出し、ウクライナ軍に攻撃させてその位置を確認するためのステージとして活用しているとみられ、その非道な扱いにはウクライナ軍兵士でさえも同情を寄せているみたい。しかしながら、ワグネルのウクライナ国内における拠点が壊滅状態となったことで、今後ワグネルの動きが変わる可能性が高いとの見方があり、注目されているな。そして12月11日、
ウクライナのレズニコフ国防相が現在の戦況について触れ、ぬかるみによって戦車などの戦闘車両が移動できないために膠着状態にあることを説明した上で、ウクライナ軍は自国の領土を奪還するために、冬の訪れともに地面が凍結するとともに反撃を開始すると述べて、領土奪還に向けて強い意志を表明したよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月20日、ウクライナ軍参謀本部が戦況分析を示し、ロシアのプーチン大統領が9月に一方的に併合を発表した南部ザポリージャ州においてウクライナ軍が18日に砲撃を加え、ドニプロ川東岸にあるワシリウカなどの3つの町に設置されていたロシア軍の物流拠点に甚大な損害を与え、ロシアの兵員など130人以上を負傷させたとしているよ。ウクライナ軍はこのとのところザポリージャ州において、アメリカから供与された高機動ロケット砲システムハイマースなどを使用して、メリトポリやその周辺のロシア軍の物流拠点などに対する攻撃を続けているな。補給路をことごとく潰して兵糧攻めを行うってわけだね。さて今回はウクライナ軍がザポリージャ州でロシア軍の拠点を攻撃したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。12月16日にはウクライナ軍がザポリージャ州のロシア軍の兵站集結地2カ所と弾薬庫2カ所箇所を攻撃して破壊し、150人のロシア軍人員を負傷させて10品目以上の装備品を破壊したことを、アメリカのシンクタンク戦争研究所が19日の戦況分析の中で報告しているほか、メリトポリのフェドロフ市長が、メリトポリ市に駐留しているロシア軍部隊が市内要所の路上にドラゴンズプース U の派と呼ばれる対戦車構築物を設置していると述べたことも伝えているよ。 U の派について詳しく、ドラゴンズプース U の派とは戦車や兵員輸送装甲車などの無限軌道のキャタピラーによって走行する戦闘車両の動きを止めるピラミッド状の構築物のことで、キャタピラーで走行する戦闘車両は道路以外の舗装されていない草原などであっても自由に動き回ることができるため、その進撃を阻止するために考え出された人工の障害物のことだね。キャタピラーで走行する車両は不整地でも自由に動き回れるものの、キャタピラーが設置している部分の長さよりもやや幅があるような川や塹壕などを乗り越えることが難しいという弱点があるほか、高さのある三角錐や四角錐を乗り越える際に、戦車の底部が三角錐や四角錐の先端部に乗り上げた状態になるとキャタピラーが地面から浮いて空転して、身動き動きが取れなくなるってわけなんだ。一般的に見られるのは鉄筋コンクリートなどで作られた海岸でよく見かけるテトラポッドのような、三角錐や四角錐のピラミッド型の障害物で、これらを密に縦に4から5列ほど敵の進撃方向から次第に高くなるように敷き詰めて埋設し、さらに横に広く数キロメートルにわたって並べることで防衛線を築いて戦車部隊の突進を妨げるのであるが、その三角錐や四角錐が横に並んでいる様子が U の刃のように見えることからその名が付けられたぜ。この U の刃は戦車が戦場に登場した第一次世界大戦にはすでに考案されていて、第二次大戦においてもヨーロッパ各地で設置され、特にドイツ軍がジークフリート戦で広く使用したことは有名だよね。そして U の刃は次第にその目的が敵戦車の動きを止めるだけではなくなり、その行動を誘導して敵戦車部隊を殲滅することが可能となるように研究が進んでいるんだ。ザポリージャ州においては16日の攻撃報告以降、ウクライナ軍関係からの情報提供は途絶えていて、メリトポリ周辺のウクライナ軍地上部隊の動向に関する情報は全くないんだけど、しかしながら、ウクライナのポドリャク大統領府顧問は12月10日、ロシア軍がヘルソン州などへの物流の拠点にしているメリトポリを奪還することによって、クリミア半島の入り口付近まで進軍が可能になると述べて奪還に向けた作戦開始を示唆していたことから、ウクライナ軍ではそのための準備を進めていると見られているよ。メリトポリは人口15万人ほどのザポリージャ州メリトポリ地区の行政中心都市で、クリミアの玄関口と呼ばれるほどの要衝であり、
ロシアがウクライナへの侵略を開始した2月24日の翌日25日には、クリミア半島から北上してきたロシア軍部隊によって包囲され市街戦が繰り広げられていたが、市街地が荒廃することを懸念したメリトポリ市指導部が25日深夜にロシア軍に降伏、それ以降ロシア軍に占領されロシア化が進められていたんだ。9月30日にはロシアのプーチン大統領がザポリージャ州を、隣のヘルソン州及び東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力が創設した、ドネツク人民共和国ドネツク州とルガンスク人民共和国ルハンシク州とともに、一方的にロシア領への併合を宣言しており、現在ではそれまでのウクライナ側の行政府とロシアの後ろ盾による新ロシア派勢力の行政府がそれぞれ存在し、互いに正当性を主張しているね。また、メリトポリでは地元住民によるパルチザン活動が活発であると言われているが、ウクライナは8年前の2014年に起こったロシアによるクリミア併合の際に、ヘルソン州やザポリージャ州の各地の住民に密かに武器を残していたとされ、パルチザンが行動を起こせるように準備が整えられていたみたい。中でもメリトポリを含めザポリージャ州では特にパルチザン組織が強いとされ、同市の奪還を狙うウクライナ軍は地元のパルチザンと協力してロシア軍を攻撃することになると見られているよ。ウクライナ軍がメリトポリを奪還した場合、ロシア本土からウクライナ東部ドンバス地方ルハンシク、ドネツク領州を通って、ヘルソン州やクリミア半島に至る陸上輸送路を遮断することが可能となるぜ。さらに、メリトポリを拠点としてザポリージャ州のアゾフ海沿岸やヘルソン州のドニプロ川東岸地域を奪還することで、ロシア本土とクリミア半島を結ぶ輸送路であるクリミア大橋を直接攻撃することが可能となり、同橋を破壊すればクリミア半島は完全に補給を断たれた孤立状態となり、ウクライナ軍が進撃するまでもなく兵糧攻めによって現地のロシア軍部隊は降伏するであろうと見られているな。しっかりとした戦略で追い込んでいくウクライナ軍はさすがだね。犠牲を払いながら猛進するだけのロシアとは大違いだね。この情勢の中、ウクライナのゼレンスキー大統領が12月20日に、東部ドネツク州で激戦が続くバフムートを訪問、バフムートを防衛しているウクライナ軍部隊の兵士たちと面談してその貢献を褒めたたえて感謝の意を表明したよ。この大統領の訪問は、バフムートに攻勢をかけているロシア軍、といっても正規軍ではなく準軍事組織と目されている民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が、一部バフムート市内に到達したとの情報が出回っている中で、まだバフムートがウクライナ軍の手中にあることをアピールすることが狙いと見られているね。このゼレンスキー大統領のバフムート訪問を受けて、ワグネルの創設者であるプリゴジン氏が二重化。ゼレンスキー大統領がバフムートを訪問すると聞き、私もバフムートに向かっているとした上で、私はいつでもゼレンスキー大統領と面談する用意ができているとして、同大統領との交渉を行う用意があることを明らかにする動画を SNS で公開しているのであるが、このブリゴジン氏の言動について、インターネット上などでは様々な憶測が飛び交っているみたい。ブリゴジン氏はプーチン大統領の側近とも呼ばれている人物であることから、プーチン政権内においてある程度の影響力はあると見られているものの実際の立ち位置は不明であり、ゼレンスキー大統領と停戦交渉を行う権限が与えられているのかどうかは明らかではないんだ。ウクライナ侵略開始直後の首都キーウ攻略の失敗や多数の将軍を戦死させたこと、9月のウクライナ軍の反攻を支えきれずに北東部ハルキウ州を奪還されたばかりか、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸から退却するなど、失態を繰り返すロシア正規軍と比べて、ワグネル戦闘部隊は半年以上もバフムートに圧力をかけ続けて優勢を維持しているよね。このことから、ロシア軍に対して優位な立場のブリゴジン氏の発言力が、プーチン政権内で高まっていても不思議ではないよな。しかし、日本のインターネット上ではブリゴジンの罠との見方がなされていて、ゼレンスキー大統領がその話に乗って会えば立ちどころに捕獲され、ロシアに送られであろうとの声が多く上がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月5日。
ロシア軍がウクライナ全土に向けて多数の巡航ミサイルを発射し、またもや民間の電気などのインフラ施設を攻撃している模様だよ。ウクライナのほぼ全土で空襲警報が鳴り響いている状態みたいだね。首都キーウでも気温が氷点下5度まで下がる中、市民は防寒着などを着込んで、防空壕として利用されている地下鉄構内に待避しているらしいね。そうだね。さて今回は、ロシア軍がウクライナ全土に巡航ミサイル攻撃を仕掛けていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はロシア軍の巡航ミサイルはボルゴドンスク方面、カスピ海方面、黒海方面から発射されたと見られるとして、ウクライナ上空には多数の巡航ミサイルが飛翔しているとしているよ。ウクライナ軍では飛来した巡航ミサイルの大部分を撃墜したとしているけど、首都キーウをはじめ、ザポリージャ、ビーンヌイツや、チェルカスイ、オデーサなどの各都市で爆発音が聞こえるなどどの情報があり、ウクライナ軍の防空システムをくぐり抜けた巡航ミサイルが着弾しているみたい。これまでにロシア軍が発射したとされる巡航ミサイルの数は50発から100発とされているけど、ウクライナ政府関係者の中には今回の巡航ミサイルによる無差別攻撃は、過去最大の規模となるかもしれないとの声も聞こえ、地域によっては第二攻撃が始まったとの情報もあり、各地で水道供給が停止して、停電が発生するなどの被害報告が相次いでいるというよ。ウクライナのゼレンスキー大統領はメディアに対して、ロシア軍のインフラ施設攻撃によって、ウクライナ国内8州の507の地域で停電が続いているとし、国内では電力などの復旧作業を急いでいるとした上で、国民に忍耐と団結を呼びかけているんだって。また、ウクライナ内務省次官によれば東部ドネツク州と南部ヘルソン州でそれぞれ90地域以上が停電していて、ヘルソン州から電力を供給されているムイコライウ州でも80以上の地域で停電中だとされているほか、南部ザポリージャ州では住宅にミサイルが命中して少なくとも2人が死亡して、子供を含む3人が負傷しているというらしい。その他キーウ州では電力の40が失われていて、南部オデーサ州では停電による断水も発生し、ムイコライウ州でも停電が続いているとみられ、ゼレンスキー大統領はロシア軍が発射した巡航ミサイル70発のうち、60発以上をウクライナ軍が撃墜したとして、ここまでに西側諸国から供与された地対空ミサイルによって、整備した防空システムが機能して、ロシア軍のミサイルの大半を撃墜していると述べ、首都キーウだけでも10発飛来したミサイルのうち9発を撃墜したとしているみたいだよ。ウクライナ軍はロシア軍のミサイルの大半を撃墜したんだね。ロシア軍が発射したミサイルはどんなものだったの？ウクライナ軍がその後発表した、ロシア軍が発射した70発のミサイルの内訳は、まず大型長距離戦略爆撃機ツポレフ 95MS から発射されたとみられる空対地巡航ミサイル X101KH101 及び、X555KH555 が38発とされ、X101 及び X555 はそれぞれ、ツポレフ 95MS の回転式ランチャーや機体外のハードスポットなどから発射可能であるんだよ。また、第 4.5 世代ロシア空軍では第4世代マルチロール戦闘機スホイ35から発射されたとみられる、長射程空対地ミサイル KH-59 オーボトが6発と中距離ミサイルの KH-31 が1発とされているのであるが、KH-31 は対レーダーミサイルタイプの KH-31P ではないかとみられているよ。また、黒海上から黒海艦隊のミサイルフリゲート艦などから発射されたとみされる艦隊地ミサイル、3M54 カリブルが22発とされていて、黒海艦隊の艦艇や海キロ級通常動力潜水艦などには、まだこの艦隊地ミサイルの在庫があるものと思われるようだね。さらに、中距離爆撃機ツポレフ 22M3 バックファイアに搭載される KH-22 が3発とされているのであるが、この KH-22 は本来長射程の空対艦ミサイルであり、もしこのウクライナ側の発表が事実だとすると、やはりロシアの精密誘導型の対地ミサイルは在庫が枯渇している可能性を示しているね。ゼレンスキー大統領はこれら70発のうち、60発以上を対地ミサイルによる防空システムで撃墜したとしていて、
その撃墜率は 85% とされ、前回ウクライナ全土が一斉に対地ミサイル攻撃を受けた際の70発中51発撃墜の発表と比べると、撃墜率が 13% も改善したことになるとして、ウクライナ軍の対空ミサイル防空網が、ある程度は機能していることが示唆されているみたいだよ。ウクライナのシュミハリ首相は12月5日のロシア軍による巡航圏ミサイル攻撃について、キーウ、ビーンヌイツや、オデーサの電力インフラ施設や設備に着弾して被害が生じていて、地域によっては電力システムの都合によって送電を緊急停止している地域もあるが、国全体の電力システム自体には大きな被害はなかったとして、ロシア軍がなけなしの巡航ミサイル在庫を消費して実施した今回の攻撃は失敗であると主張しているよ。西側諸国のメディアや軍事専門家の間では、今回のロシアによるウクライナ全土への無差別ミサイル攻撃について、様々な見方が出ていて、一つには前回の無差別攻撃からウインフラ施設や設備の修理が進み機能が回復した時点を狙ったもの、との見方で、あくまでウクライナ国民の戦意を削ぐことを目的としているとのいうものであるんだって。もう一つは、5日にロシア国内の2つの空軍基地が国籍不明のドローンによって、攻撃を受けたことへの報復攻撃ではないかとの見方であるんだよ。ロシア国営 RIA ノーボスチ通信によると、ロシア国防省は12月5日午前6時頃、ロシアのリャザン州にあるディアギレボ空軍基地と、サラトフ州にあるエンゲルス空軍基地がソ連製とみられるドローンで攻撃されたと発表したとしているよ。両基地ともにロシア航空宇宙軍の防空システムが低空飛行するドローン3機を迎撃したとして、この攻撃でロシア兵3人が死亡、4人が負傷したとしたほか、基地にドローンの残骸が落下し爆発したために、駐機していた航空機2機の表面がわずかに損傷したというらしいよ。ロシア国防省が公表したエンゲルス基地で撮影されたとする監視カメラの映像によると、基地上空を爆発の光が照らす様子が映っているように見えるけど、攻撃を実施したドローンの姿や被害が出ているかどうかの詳細は不明であるみたいだよ。ロシア国防省は、攻撃の標的はロシア航空宇宙軍の長距離戦略爆撃機だったと指摘し、ロシア大統領府のペスコフ報道官は、プーチン大統領がこの攻撃についてすでに報告を受けていると説明したよ。そしてロシア国防省はこの攻撃をウクライナ軍によるものと断定した上で、この発表と同時に、同国軍が同日午後3時頃にウクライナ軍の司令システム及び関連する防衛と通信、エネルギー、軍事施設に対する大規模な攻撃を実施したとして17の標的すべてに命中したと発表しており、これは同日のウクライナ全土の民間インフラ無差別ミサイル攻撃のことを指していると思われ、ウクライナへの攻撃がドローンによる基地攻撃への報復であったことをほのめかしているみたいだな。なお、ロシア国防省がウクライナ軍が使用してソ連製ドローンについては、日本の軍事専門家がソ連製のドローンツポレフ141ストリーシュであると指摘しているぜ。ツポレフ141ストリーシュは1974年に初飛行に成功した旧ソ連が開発したターボジェットエンジンを搭載した偵察型ドローンで、1070年代後半から1980年代にかけて運用されていたんだって。全長 14.33 メートル、横幅 3.88 メートル、全高 2.44 メートルと比較的大型の機体で、1000キロメートルの航続距離を持つ偵察用ドローンとして、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を最高速度1100キロで飛行しながら、偵察任務を遂行するために設計開発されたもので、前方にカナード翼、後方にデルタ翼を有した。ポレフ社の戦闘機のようなデザインで、発射用台車上から固体火薬ブースターで射出され、帰還の際は機体に備えられたパラシュートによって着地するようになっているみたいだね。大きな機体には、フィルムカメラ赤外線画像装置 EO 画像装置イメージングレーダーなど、多様な機材を積むことができ、ウクライナ軍では2014年のドンバス戦争で実戦投入していて、もし今回の攻撃がこのツポレフ141ストリーシュによるとすれば、自爆型ドローンとして改造したのではないかと見られているとなっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
2022年12月8日、ウクライナ東部ドンバス地方のルハンシク州のハイダイ知事が、ロシア軍がルハンシク州の前線の部隊を大幅に増強したとして、西隣のハルキウ州を奪還した後同州に向けて投進しているウクライナ軍に警戒を発したよ。同州にはロシアのベルゴロド州からスバトボを通り、さらに南のクレミンナまで、南北に走る幹線道路 P66 が通っているが、ドネツク州のリマンを奪還したウクライナ軍部隊が交通の要衝であるスバトボからクレミンナの間において攻勢に出ていて、この P66 に迫っているらしいな。ロシアもこのまま押されっぱなしってわけにはいかないんだろうね。一応は軍事力のトップに名を連ねるプライドがあるだろうから。さて今回はウクライナ軍がルハンシク州で攻勢に出つつあることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ハイダイ知事はクレミンナをスバトボの奪還を狙ってウクライナ軍は少しずつ前進しているとしながらも、この地域にはロシア正規軍に、ヘルソン州から撤退して転進してきた空挺部隊と9月に招集された予備役動員兵部隊に加えて、ロシア連邦に属するチェチェン共和国の首長ラムザン・カディロフの私兵であるカディロフ機などが配置され、増強されているとしてウクライナ軍に対して警戒を発したものだが、同知事は必ず近い将来に朗報が届くと信じているとも投稿しているみたい。ルハンシク州の戦線においては、12月8日時点で北部はハルキウ州からスバトボに向けて進撃しているウクライナ軍部隊がクゼミフカ付近で戦闘中のほか、スバトボの南にあるカルマジニフカ、ブロシチャンカ、ジェルボノボビフカなどで P66 に迫りつつあり、この辺りの P66 は通行止め状態でロシア軍の補給路としてはすでに機能していないと見られているよ。そして、ジェルボノボビフカの奪還を狙う部隊と、クレミンナ南方のヤムピリ方面からクレミンナに向けて北上している部隊とできたと南からクレミンナを攻撃する可能性が指摘されているほか、さらに南側のビロホフリカやゾロタフリカを奪還した部隊はリシチャンシクに到達する勢いを見せているんだ。ロシア軍はこのルハンシク州において、P66 沿いに北のロシア国境付近から南はクレミンナまでの 100km ほどの間に竜の歯と呼ばれる、対戦車防衛ラインと塹壕による防御陣地を構築していることが報告されていたけど、衛星画像からそれらが完成していると見られることが確認されているね。竜の歯ってなかなか大それた名前だね。この竜の歯とはキャタピラー無限軌道によって、道路以外の不整地でも移動できる戦車による突破を食い止めるために考え出された人工の障害物で、一般的に見られるのは鉄筋コンクリートなどで作られた海岸でよく見かけるテトラポットのような四角錐の障害物を密に並べられたものだな。戦車は不整地を自由に動き回れるものの、幅のある川や塹壕などを乗り越えることはできないという弱点があるほか、高さのある四角重りを乗り越えようとして戦車の底部が四角重りの先端部に乗り上げてしまうと動きが取れなくなることから、この四角重りを戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、それらを横に広く並べた様子が竜の歯のように見えることから名付けられたってわけだね。竜の歯は戦車が登場した第一次世界大戦に考案されて、第二次大戦でも各地に広く設置され、その場を戦車が突破できなくなることを目的とする他に、戦車を迂回させて統治下やバンカーを構築して対戦車砲やミサイル、対戦車地雷などを配備したキルゾーンに敵戦車を誘い込んで戦車部隊を殲滅する戦術にも有効とされているよ。コンクリート製の四角重りは榴弾砲などの重火砲の砲撃や工兵による爆破などで破壊することは可能だけど、大抵の場合はその底部をコンクリートの基板でつなげて固められ、地中に埋められているため簡単には破壊できないように作られており、そのために機構部隊などの進撃を食い止めて、損害を与えながら進軍を遅らせるには最適の防御ラインとされているんだ。ちなみにウクライナのロシア軍は、このルハンシク州からドネツク州にかけての戦線の他に、中南部ザポリージャ州のマウリポリ周辺にも竜の歯を設置したと報じられているぜ。しかしながら、ルハンシク州 200km 渡って設営された竜の歯は衛星画像から見る限りでは、P66 やスバトボの東側に構築されていて、
幹線道路や市街地を防衛するようには設置されておらず、むしろ P66 やスバトボを防衛しているロシア軍の退路を断つような形になっていることに疑問を呈する声が多いな。日本のインターネット上の書き込みなどでもこれはウクライナ軍の進撃を食い止めるというよりも、スバトボなどを防衛しているロシア軍部隊を退却させないようにしているとしか思えないとの指摘が多くあり、コンクリートの特戦隊と揶揄する声もあるみたい。排水の陣で井戸目ってこと？ロシアもいよいよ余裕がなくなってきたね。あるいは、ルハンシク州を防衛しているロシア軍部隊が戦車や装甲車などの戦闘車両を保有しておらず、軽装備の歩兵のみの部隊なのではないかとの指摘もあり、竜の歯の後方に榴弾砲や多連装ロケット砲システムを配備しておき、いざとなれば味方の歩兵部隊ごと猛砲撃を浴びせて殲滅するつもりではないかと指摘する声すら出ていて、兵士を人間とは考えず畑になる野菜と同列に考えるという非道なロシア軍であれば、冗談ではなくあり得る話だと噂されているぜ。そして、竜の歯はクレミンナからリシチャンシク、セベロドネツクにかけて大きく途切れているため、ロシア軍はこの地域に正規軍の精鋭を集めて防御を固めているのではないかとの見方が広がっていて、ウクライナ軍もまた、クレミンナ周辺に機構部隊などの精鋭部隊を集結させているものとみられているよ。ウクライナ軍においては、これまでに改装状態で退却したロシア軍が稼働状態で放棄した、戦車や装甲車両を路獲して自軍に配備して装備を強化していて、それらの他にポーランドから供与された230両の PT-91 とファルディ戦車を保有しているはずなんだけど、これまでのところ戦線には登場していないんだ。この PT-91 戦車は旧ソ連製の T-71M1 をポーランドが独自の技術を用いて発展させた戦車で、ポーランドではドイツ製のレオパルド2と並ぶ主力戦車であったんだけど、ポーランド軍が西側諸国の最新鋭戦車であるアメリ製の M1AH エイブラムスや、韓国製の K2 などの導入を進める方針を決定したため、ウクライナへ供与されたんだって。ウクライナ軍ではこの230両の PT-91 によって新たな機構部隊を編成しているとされていて、戦闘機となってぬかるんでいた地面が凍りつき戦車の移動が可能になった時点で、いずれか反攻を狙う戦場に投入されるものとみられ、現時点で予想されている戦線は中南部ザポリージャ州のメリトポリ周辺か、このルハンシク州クレミンナ周辺ではないかとの見方が多いね。この冬にロシア軍へのさらなる反攻を計画しているとされるウクライナへの兵器支援については、特に戦車がまだ不足しているとしてウクライナ側がドイツ製のレオパルト2の供与を強く求めているが、ドイツ国内ではその賛否をめぐって激論が交わされているらしいな。このことに関して、ドイツのランクフルター・アルゲマイネ氏はアメリカはドイツがレオパルト2をウクライナに供与することを支持しているため、ドイツの決定に全てが委ねられていると報じ、ワシントンを訪問したドイツ国防委員会のティマーマン委員長はアメリカ国防総省や議会との会談において、ドイツが戦車を提供することへの支持は確認されたとした上で、アメリカはドイツがウクライナへの支援責任を果たすことを期待しているとして、多数の強力な戦車を必要としているウクライナを見捨てるべきではないとの見方を示しているよ。しかしながら、天然ガスなどのエネルギーをロシアに頼るドイツ国内には、ドイツがウクライナ支援の矢面に立つことでロシアの心象を損なうことを恐れる声が多く、ウクライナへのレオパルト2の供与がいつ開始されることになるかは未だ不透明ってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月24日にロシア軍がウクライナ侵略を開始してから間もなく10ヶ月となる中、ウクライナ国内の戦闘は、ロシアが自国領土として併合した南部ヘルソン州とザポリージャ州、連邦に編入した東部ドンバス地方のドネツク州ドネツク人民共和国と、ルハンシク州ルガンスク人民共和国の4つの州で展開されていて、この4州における支配を確立しようとするロシア軍と、全土を奪還しようとするウクライナ軍との間で戦闘が繰り広げられているよ。その中で東部ドンバス地方では、ドネツク州の交通の要衝であるバフムートをめぐる攻防戦が半年以上も続いていて、
防衛するウクライナ軍と攻勢に出ているロシア軍との間で日増しに戦闘が激化しているとされているな。さて今回はウクライナ東部のバフムートで激戦が続いていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ここ数日で唯一、ウクライナ側からの情報として AP 通信が配信した記事では、ウクライナ陸軍の第43独立砲兵旅団がバフムートのロシア軍拠点を砲撃する動画を紹介しているみたい。この第43独立砲兵旅団は、3月の首都キーウ攻防戦や9月の北東部ハルキウ州奪還作戦に参加した歴戦の砲兵部隊で、現在はバフムート防衛戦に参戦しているんだって。バフムートは、西にあるスラビャンスクやクラマトルスクなどといったウクライナ側の都市につながる主要道路が通る要衝であるため、この2都市を制圧しようとするロシア軍の補給拠点とされることは避けたいというのがウクライナ軍の本音とみられ、この地域にウクライナ正規軍の精鋭部隊を展開させているとみられているよ。そのような状況下で、一部の軍事専門ブログにおいてロシア軍がバフムートの市街地に到達して侵入したのではないかとの投稿があり、バフムートの東から南にかけてロシア軍の攻勢が強まっている可能性を指摘しているな。それによると、スラビャンスクにつながる幹線道路である M3 沿いに東側から、バフムートに進んでいたロシア軍部隊が市街地にすでに侵入して市街戦となっていると見られるとしているほか、バフムートの南にあるオプトネからも市街地に迫っている可能性もあるというぜ。ただ、オプトネ周辺ではウクライナ軍の抵抗が強いため、南側からバフムート市街地に達するにはまだ時間を要するとの見方を示しているね。また、バフムートの南にある州都ドネツクからもロシア軍部隊が西に少しずつ前進しているとして、これまでにロシア軍の砲撃によって廃墟となっているマリンカにかなり接近しているとされ、この方面を制圧した後に南からクラマトルスクとスラビャンスクを攻略する作戦も考えられるとされているんだ。数少ないバフムートに関するウクライナ側からの情報としては、12月13日に CNN のネット配信記事において、ウクライナ軍報道官によるテレグラムへの投稿を紹介しており、それによるとバフムートはロシア軍からの攻撃に対して持ちこたえていて、ロシア軍兵士は市内に侵入することはできないとされているみたい。また、CNN からはドネツク人民共和国の新ロシア派武装勢力のトップとされている、デニス・プシーリン氏がロシア国営の RIA ノーボスチ通信に語った談話を伝えていて、同氏によるとドネツク州内のロシア軍は前進しているもののその速さは危機としていて、その中心となっているのは民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊であることを明らかにしているよ。ワグネルの戦闘部隊は対峙しているウクライナ軍に対して、9月の部分的動員令によって招集された予備役の部隊を石膏として前進させ、ウクライナ軍が彼らを攻撃することでその配置状況を探っていることが指摘されていて、おとりにされ使い捨ての状況にある予備役動員兵に多数の戦傷者が出ているのではないかと見られ、その悲惨な状況に対してはウクライナ軍兵士からでさえ同情する声が上がっているんだって。そりゃあ同情しちゃうよね。別に兵士個人に恨みはないんだし、ロシアの非道さに腹立たしさは覚えるだろうけど。また、15日にドネツク州の州都ドネツクに対して、ウクライナ軍による大規模なロケット弾攻撃があったとして、ロシア側が任命したドネツク人民共和国の首長とされているアレクセイ・クレムジン氏がテレグラムに投稿したことを CNN が伝えているよ。クレムジン氏の投稿によると、ドネツク市の中心部に向けてウクライナ軍が保有する旧ソ連製の多連装ロケット砲システム BM21、グラートのロケット弾40発の攻撃があり、住宅や大聖堂が被害を受けたとする画像も添えられていて、ロシア側はこの攻撃をウクライナによる戦争犯罪であるとして非難しているんだ。しかし、このロシア側の主張についてインターネット上では、これまでにウクライナ各地で拷問などによる民間人の殺害を繰り返し、民間用のインフラ設備を標的としてきたロシアが、己のしたことを棚に上げて何を言っているのかとして批判する声が多く上がっていて、そもそもドネツク市は侵略前は新ロシア派武装勢力の支配地ではなく、ロシア軍の侵略によって占領された都市なのだから、
ロシア軍が侵略などしなければこのような悲惨な状況になることはなかったとした上で、ロシア軍が撤退することが唯一の解決方法だと指摘する声が多いみたいだな。ロシアが併合を宣言した4州における12月半ばの戦況については、このドネツク州のバフムートやドネツクの他に、ザポリージャ州のメリトポリに対するウクライナ軍の動きが活発になっていることが伝わっているが、ヘルソン州やルハンシク州では大きな変化はないとされているね。ウクライナ軍による発表では、2月24日以降のロシア軍戦死者数は9万6000人に達したとされているんだけど、これが正確な数字であるとするならば、負傷者を含めたロシア軍の損害は30万人を超えることになるよ。これはウクライナ軍の発表であり、実数はこれよりも少ないと予測されるものの、いずれにしてもロシア軍の人的損害は第二次大戦以来の甚大な数に上っているものと見られているんだ。侵略前のロシア軍の人員数は陸軍、海軍、航空、宇宙軍など全て合わせて190万人で、そのうちの地上戦闘員数は陸軍28万人、空挺部隊4万5000と少数の海軍歩兵だったよ。8月にプーチン大統領が署名した新しい動員法令では、2023年1月以降は200万人に拡張されることになり、さらに民間軍事会社ワグネルやロシア連邦内のチェチェン共和国などの兵力を加えたとして、54万人ほどの地上戦力を確保することができるとされているね。しかしながら、ロシア軍はこれまでの戦闘において練り度の高い正規軍兵士を相当数失っており、2023年1月に確保できるとされている54万人のうち30万人が2020年9月以降に動員された兵士で構成されることになり、練り度の低い兵士が過半数となる軍隊が、果たして組織だった戦闘を展開できるかどうかについて疑問を呈する軍事専門家が多いな。また、9月以降に動員された予備役兵士に対する装備が不足していることも指摘されていて、供与される自動小銃が50年前の旧式のものであったり、その小銃で使用する弾薬が支給されていなかったりなどのトラブルが報告されているほか、防寒着などを自前で用意させられるなどの情報もあって、どれほど戦力として計算できるかは不透明と見られているぜ。また、ロシア軍における最新兵器の在庫の枯渇が伝えられていて、戦車などは主力の T-72 はほぼ枯渇したとされ、保管在庫とされている T-62 に急ごしらえの近代化を施して現役として復帰させていることが明らかになっており、総合的な戦力低下は避けられないと見られているね。ただ、ウクライナのレズニコフ国防相は12月15日に、ロシア軍が動員兵によって15万人規模の新部隊を再編して首都キーウなどへの再侵攻を計画している可能性があると指摘した上で、ロシア軍は2023年の3月か、早ければ1月にも攻勢に出るかもしれないとして、油断すべきではないとの懸念を表明しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア南部ベルゴロド州でウクライナ軍が集合住宅と弾薬庫を砲撃したという情報が入ってきたよ。ウクライナ軍の砲撃とロシアは言っているが、ロシア軍の出来の悪い砲弾が発射方向を誤って自国領内に着弾したのかもしれないよね。ロシアならそんな間抜けな事故も起きそうだよね。さて今回は、このベルゴロド州の弾薬庫と集合住宅への砲撃について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。10月13日、ロシア南部のウクライナ国境に近いベルゴロド州で、ウクライナ軍の砲撃によって弾薬庫で火災が発生、集合住宅などが損壊したと同州のグラトコフ知事がメッセージアプリのテレグラム上にアップしたよ。そのメッセージにはウクライナ軍がベルゴロドを砲撃し、ググキン通りの集合住宅が被害を受けたとあり、攻撃を受けたのはベルゴロド市近郊のクラスノエという集落の学校の校庭付近と言われていたけど、幸いなことに学生たちは自宅でオンライン授業中だったので死傷者はいなかったみたい。知事はその後もテレグラムへの投稿を続けていて、ベルゴロド州内の弾薬庫がウクライナの砲撃によって爆発し、火災が発生したという情報を発信しているね。こちらも村民は避難していたので、死傷者は出なかったらしいな。
この知事は以前からテレグラムにベルゴロドがウクライナ軍の砲撃を受けていると何回も投稿していて、数日前にはウクライナ軍が電力施設を砲撃したため、一時的に停電し、2000人に影響が出たと投稿しているが、ウクライナ側はこの投稿について関与を全面的に否定しているよ。ウクライナの砲撃にせよ、ロシアのプロパガンダにせよ、死傷者が出なかったことは幸いだよね。一方のウクライナのポドリャク大統領府顧問はベルゴロド州知事の主張を否定すると同時に、ロシア軍はウクライナ第二の都市ハルキウを砲撃しようとしたが、何らかの不具合のため失敗したのだろうという見解を示したんだけど、こちらに関しても今のところ詳しいことは伝わっていないんだ。地理的にもベルゴロド市とハルキウ市との距離は国境を挟んで 60km ほどで、ウクライナ側の国境付近からならば、高機動ロケット砲システムハイマースを使用しなくても、榴弾砲による通常砲弾でも砲撃可能と見られているよ。しかし東部戦線のウクライナ軍は、報道の通りハルキウ州奪還を、ルハンシク州のスパトボ方面やバフムートの攻防戦に兵力を集中していて、このベルゴロドはドンバス地方のロシア軍補給線から外れてしまった形になっているから、その地域をあえて砲撃する理由はないという指摘もあるみたい。つまり、実はロシアによる自作自演の偽旗作戦ではないのかという見方が広がりつつあるってことか。またネットの掲示板や SNS などでは、ベルゴロドが炎上している映像や画像にこれが本当にベルゴロドの様子だったら、砲撃のせいだとするには火災が小規模であるという指摘もあり、やはりロシアの自作自演かパルチザン的活動、もしくはロシア国内のプーチン政権に反対する勢力によるものではないかという推測も出ているらしいね。東部戦線では、ウクライナ軍が電撃的にハルキウ州ほぼ全土を奪還した後、ルハンシク州のスバトボ方面、ドネツク州の北部リマンを奪還を、スラビャンスクやクラマトルスクを拠点にドネツク州北部の要衝バフムートまで進んで、ルハンシク南部のリシチャンシクやセベロドネツクの奪還を伺う動きを見せていたよ。しかし、以前からロシア軍はドネツク州の完全制圧を目指して、スラビャンスクとクラマトルスクの制圧を第一目的としているので、道筋のバフムート近郊で両軍の激戦が展開されていて、ゼレンスキー大統領が10月8日のビデオ演説でドンバス地方の我が軍はバフムート方面で陣地を維持しているが、厳しい戦闘となっているといったことで一進一退の攻防が続いている事実が明らかになったんだ。そういった状況下で、13日には東部ドンバス地方の新ロシア派武装勢力が、バフムート近郊の2つの集落を掌握したと発表していて、ウクライナ軍が優勢と見られている中で、ロシア側が唯一支配ここで地域を広げたということになるね。テレグラムに投稿された内容だけど、新ロシア派武装勢力はロシア軍の支援を受けたドネツク人民共和国と、ルガンスク人民共和国の合同部隊が2集落を解放したとのことで、ロシア正規軍とは全く違って、士気の高い新ロシア派武装勢力がウクライナ軍の反攻を食い止めているという見方をしているよ。また、この地域にはプーチンの私兵とも呼ばれるロシアの民間軍事組織ワグネルの部隊も配備されていて、前述のドネツク人民共和国などへ支援をしているロシア軍とはワグネルのことを指しているのではないかという指摘もあるようだな。その一方、肝心のドンバス地方のロシア正規軍は敗退を続けているらしく、仮に親ロシア派武装勢力やワグネルがバフムートを制圧できたとしても、さほど時間を置かずにウクライナ軍に包囲され、補給路を断たれる可能性も高いと推理されているぜ。何度も言うけど、周辺にいるロシア正規軍の士気は乏しく、兵力も少ないことを無視できない。つまりロシア正規軍が士気の高い新ロシア派武装勢力の足を引っ張りかねないってわけ。西側のメディアや軍事ジャーナリストなどもバフムートにこだわるとロシアは、新ロシア派武装勢力や民間軍事組織など戦意の高い貴重な兵力を失ってしまうことにもなりかねないという推測を公言しているよ。旧ソ連の構成国であったウクライナには旧ソ連に愛席を抱いている人も多く、その思いが高じて、ウクライナから独立してロシアに入りたいと願うエネルギーになったんだろうね。新ロシア派勢力は東部や南部をウクライナ軍に奪還されれば彼らが言うところの祖国を失うことになるわけだし、
反ウクライナの士気は高いと思うよ。実のところ、現在のロシア軍の中では彼らが最も手強い存在と言われているみたいだしね。南部ヘルソン州では東部は違って、国家の樹立宣言を出すほど新ロシア派の力は強くないし、戦力もほとんどないから、ウクライナ軍の反攻を防ぎきれず敗走を続けるロシア軍への不満が溜まっているらしいと聞くよ。ヘルソン州の新ロシア派幹部で副知事を自称しているストレモウソフ氏は6日、通信アプリテレグラムにビデオメッセージを投稿し、ロシア軍への不満をぶちまけているみたい。投稿の中ではロシア軍の敗走が続いていることについて多くの人が、もし自分がこの状況下で国防省だったら、自殺してもおかしくないと言っていると述べ、ロシアのショイグ国防省の責任を追及しているんだって。国防省以下、ロシア軍中枢への責任追及に関しては他国にも動きがあり、ロシア連邦南部のチェチェン共和国はウクライナ戦線に私兵部隊を派遣しているんだけど、カディロフ首長も東部戦線のロシア軍戦略の稚拙さを批判し、私がロシアの国防省なら、無能な司令官の恥を拭わせるためライフルを与えて最前線に送り出すだろうという発言をして強く批判しているよ。アメリカのシンクタンク戦争研究所の発表だけど、2月24日に始まったウクライナ侵略は首都キーウ攻略失敗などの軍事作戦の失敗や、ロシア国内では部分的動員令への批判が高まっていることなどを受けて、プーチン大統領は国防省にそれらの責任を負わせて自身への追及を避けようとしている可能性があると指摘していて、その上で、プーチンは国防省をこれからもスケープゴートとして使うため、現時点ではショイグ国防省の解任を引き延ばし、いざとなったら全ての責任を押し付けて解任するつもりだろうという分析を提示しているね。このように、一緒に戦う仲間からも呆れられるほどの集大を晒しているロシア軍は、戦況を挽回するため、なりふり構わぬ動員によって戦力補強は続けているが、ろくに訓練を受けられず、命のやり取りをする前線に出された動員兵の悲惨な状況が続々と伝えられてきているな。前線のウクライナ軍兵士などの声を聞くと、戦意のないロシア人にはこの戦いは耐えられないだろうと推測されているから、そういった動員兵が多い部隊は軍隊として全く機能していないと言えるんじゃないかな。また、ウクライナ軍兵士からすれば、新しく動員された兵士は簡単に見分けることができるらしく、訓練を満足に受けていない兵士たちは銃撃や砲撃から身を隠す方法を知らず立ち往生したり、恐怖のあまり固まって移動してしまうので、たやすく狙い撃ちできるんだって。ウクライナ軍の前に約500人ものロシア軍部隊が出現したのですが、行動は明らかに新人のものだったので、攻撃すると全員が戦おうとせず、すぐさま逃げたというエピソードもあるらしいな。その場しのぎでは到底役に立たないんだし、特に命がけの戦場では厳しい訓練が必須だと思うな。ロシア軍の士気が低いことはかなり前から指摘されていて、その事実を受けてウクライナ国防省はロシア兵向けに行きたいと名付けられた投稿用ホットラインを先月開設しているんだけど、このホットラインはロシアが部分的動員令を発令後から相談件数が大幅に増加したとみられ、ロシア軍の崩壊がいよいよ現実味を帯びてきていると思われるよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2月の開戦時にはロシア軍が圧倒的有利と見られていたウクライナ戦争だけど、ウクライナ軍の前線と西側諸国からの兵器供与などがあり、ロシア軍の方が苦しい状況にあるみたい。各国の支援は強力だったもんね。士気も高いし、支援が続く限りはウクライナは戦えると思うな。そんな中、ロシア軍がドニプロ川を東岸へと撤退中、大打撃を受けたというニュースが飛び込んできたぜ。噂では、撤退中のロシア軍はウクライナ軍に怯えていたらしいな。さて今回はそのドニプロ川とか失敗、撤退での損害について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ロシア軍がウクライナへ侵攻を始めたのは2022年2月24日のことで、それ以降、ロシア軍の戦死者についてはウクライナ軍が数日ごとに発表しているよ。とはいえ、これはウクライナ側がカウントした数字だから、信憑性には怪しいものがあると思われるんだ。
敵の死者を一方の敵が数えることに信頼性があるとは思えないし、自分の士気を高めるために、敵の存在を誇張するというのはいつの時代にもあったことだからな。日本でも太平洋戦争中、何度もやっていたみたいだね。さて、ロシア軍の死者数だけど、激しい戦闘が行われた際には極端に増加した数字が発表されるから、ある程度の参考にはなるとは思われていて、ウクライナ側の発表によれば、南部エルソン州でドニプロ川のロシア軍を撤退させる命令を発した直前、その他の時期に比べると極端に大きい数字が提示されていたんだ。詳しい内容を紹介すると、10月30日から11月5日までの7日間での戦死者はおよそ5200人ほどで、さらに長い期間10月23日から11月12日までの20日間余りの戦死者数はなんと1よろず3000人にも上っているみたい。では、なぜこの時期に飛躍した多くの戦死者数を叩き出すことになったのか。その理由は、この時期がちょうどハルキウ州での電撃的な奪還作戦が展開された直後だったということにつき、この時期は東部戦線、南部戦線ともに膠着状態だったんだけど、奪還作戦によって戦死者数が多数発生し当然のことながら、他より突出した数字になってしまったというわけなんだ。加えてウクライナ軍の発表では、ロシア軍が撤退完了を宣言した11月11日以降、13日から16日までの間の戦死者は2500人に達したということで、わずか4日間でこれほどの戦死者の数が出たということの意味は、激しい戦闘が行われた証拠と言えるんじゃないかな。エルソン州の他にも東部ドンバス地方やドネツク州バフムート近辺、ルハンシク州などでウクライナ軍とロシア軍の激戦が繰り広げられていることは事実だが、この方面での激戦は今始まったことではなく、前述の4日間に今までないほどの激しい戦闘があったことは確認が取れていないからな。最近の前線の戦況について見てみると、ウクライナ軍は一部の隙もなほどの情報統制を敷いているから、ウクライナ軍がどれほど国土を奪還できたのかを推測する材料としては、戦死者の数から計算するしかないようだけど、こういった情報から、11月上旬、東部戦線以外でロシア兵が多数犠牲になる戦闘が行われていることが予想できるし、その場所がエルソン州内であると推測されるってわけ。ロシア軍のスロビキン総司令官の発言によると、ショイグ国防相曰くエルソン市内とその付近の補給が万全でないと認めたということで、ドニプロ川西岸地域に部隊を残すことは無駄だと判断しているそうで、司令官はこれらの部隊を他の作戦へ投入するよう進言したということだったんだけど、これはウクライナ軍が公表した戦死者数がマックスに達した週の直後のことだよ。つまり総司令官が撤退を提案したのは、戦略的なものではなく、実際にロシア軍が全滅の危機に瀕していた可能性があったためという推測もでき、それに加えて、撤退中であっても、完了宣言後でも、ロシア軍の戦死者数は相変わらず多いことを考えると、撤退がそれほどまで厳しいものだったことを物語っている証明になるよな。ロシア軍の戦死者数増大については、上記の事実からもヘルソン州でドニプロ川西岸に展開していたロシア正規軍の中でも比較的士気が高いと見られている。空挺部隊や特殊部隊を温存して東岸に撤退させるために盾にされた兵士ではないかと考えられていて、盾にされたのは動員され、満足に訓練も受けることなく前線に送り込まれた部隊ではないかという意見も見受けられるね。この動員兵は、9月21日に発令された部分的動員令によって招集されヘルソン市などに配置された新兵部隊のことで、短期間に集められたため、装備も不十分、訓練も不十分な兵たちを捨て石にして、精鋭部隊を無事に撤退させたということだと思う。さらに11日、精鋭部隊が撤退するのを確認すると即、残された動員兵部隊の撤退は無視してドニプロ川に架かる橋を爆破し、これによってウクライナ軍の追撃は防衛弾だけど、ロシアの動員兵はウクライナ軍に相当されることになったんだ。逃げ道を断ったんだし、ロシアの戦死者が増加したのは当然だね。と言っても、この推測には確実性はないんだが、スロビキン総司令官はヘルソン撤退をプーチン大統領に納得させるため、
ドネツク州の完全制圧を約束したという情報があるようだぜ。ドネツク州を制圧するため、ロシア軍の中でも屈指の精鋭をそちら移動させようと考えていたのではないか。そう考えると辻褄が合うよな。ロシア軍は、退却や投降しようとする自軍部隊にも容赦なく攻撃するそうで、実際その任務を担う特戦隊と呼ばれる部隊があり、常に前線部隊の後方に位置しているみたい。つまり敵に後ろを見せて逃げたら撃つと脅しているってわけだね。動員兵には弾薬の支給もなく、満足な手入れのされていない銃しか与えられないそうで、そんな彼らがウクライナ軍に立ち向かう武器といったら銃剣しかないんだ。前には敵、後ろにも敵という四面楚歌状態で、新兵たちが命を落としてしまうことは何の不思議もないと思われ、ウクライナ軍が公表したロシア軍の戦死者数も、持っているのではなく、あながち間違いではないとも感じられるよ。ドニプロ川西岸からの撤退は、ロシア軍兵士の命を守るためだとロシア国内向けの発表では述べているんだけど、事実は、この先の作戦にとって必要であるベテラン部隊を守るための措置に過ぎず、動員兵の命を守るためのものではなかったみたい。戦略的には優れているのかもしれないけど、踏み台にされて死んでいった兵やその家族にとっては悲しみしか残らないと思う。ロシア軍が撤退完了を宣言した11日から17日までの間に聞こえてくるニュースは、ロシア軍のウクライナ全土へのミサイル攻撃が激化したことや、ポーランドにミサイルが着弾して死者が出てしまったというものなどで、エルソン州のドニプロ川東岸にウクライナ軍が渡過したという情報は聞こえてきていないよ。そんな中、ウクライナ軍南部司令部が15日に明らかにしたのは、ロシア軍がドニプロ川東岸より 15km から 20km ほど後退したというもので、ロシア軍はウクライナ軍の高機動ロケット砲システムハイマースなどの砲撃を避けるため、ドニプロ川の東岸に築いていた防御陣地を放棄し後退したというのが南部司令部の発表なんだ。その理由は、東岸のロシア軍部隊への補給ルートが我が軍の長射程火力攻撃によって遮断されたため、補給が停滞しているからとのこと。これに関しては、ロシア軍はドニプロ川を天然の要害として利用し、ウクライナ軍の進撃を止めようとしたんだが、再度補給路を遮断されたため、撤退せざるを得なくなったという噂も広がっているらしいぜ。他には、ウクライナ軍の一部がすでにドニプロ川を溶かしヘルソン市対岸のオレキシーや、60km 上流の水力発電所ダムのあるノバカホフカやカホフカを奪還したと、ヘルソン州議会のクラン副議長が述べていて、ここから考えられることは、ウクライナ軍が東岸への渡過を進めているということだよな。それだけでなくウクライナ軍参謀本部は、ヘルソン州南部黒海に面したスカドフスクとアゾフ海に面しているヘニチェスクに駐屯していたロシア軍部隊が、クリミア半島に移動したと15日に発表していて、ロシア軍はヘルソン州の維持を諦め、南部はクリミア半島防衛のためヘルソン州との境に、東部はザポリージャ州のメリトポリに兵力を集中しているのではないかと推測されているよ。それを裏付けるように、クリミア半島北部のアルミンスク近郊ではロシア軍が塹壕を掘っている衛星写真が、アメリカで衛星写真を扱っているプラネットラブズ PBC によって公開されていて、こうなってくると、ウクライナ軍がクリミア半島に進軍するのと、ロシア軍がドネツク州を制圧するのとどちらが先になるか、時間の問題になりつつあるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。